千葉市、都市緑化植物園の菊花店の様子を撮ってみたいと思います。今、小菊の株がいくつか並べられておりますが、まだちょっと時期的には早いのかもしれません。これからというところですね。いっぱいつぼみをつけています。これが一斉に咲き出したら大変綺麗だろうなと思います。まだつぼみの部分も大変多い小菊の。そして、展示小屋の方では見事に作られた大輪の菊が所狭しと並んでおります。見事な作りですね。中では即売会も、行われておりまして、大体、3本並んだ菊がこの値段で、売られているようです。そして小さなガーデン用の菊、これも同じ合いですね。で、一本立ての菊はこのくらいの値段のようです。こちらは菊の奥になった大きな木ですね。こんな風に菊が育てられるというのは分かりませんでした。あ、すごいですね。一本の木ですね、これは。こちらは県外作り、県外作りの木ですね。黄色と赤があります。